山彦号、山彦号、山彦号とは、九州三考バスと大分バスが運行する、熊本県熊本市と大分県大分市を結ぶ、特急バスである。愛称は、経由地である阿蘇の山並みにちなんだもの。また、この項では2016年に発生した熊本地震の影響で2019年4月1日から2020年10月11日までの、 間あたり路線の補完的路線として、九州三考バスが単独で運行していた熊本、阿蘇線についても述べる。道の駅スゴーで休憩中の山彦号全便とも、大分発熊本駅が、近地ターミナル熊本駅前間、熊本発大分駅が、熊本駅前大分県庁正門前間の運行である。熊本桜町バスターミナル大分間の所要時間は、 約4時間20分から30分前後。20席限定予約定員制で、座席は全席自由席だが、満席時は乗車できない場合がある。運賃は、車内生産。太地は停車停留所。熊本駅前あそ熊本空港間並びに、メラバイパス入り口近地ターミナル間のみにおいては、相互利用は、不可、クローズドドア。 2021年4月1日現在、かつての両社共通塗装車両車とも元々は4列シートの一般観光タイプの標準床車両で運行されていたが、1989年における高速バス、開設ブーム時期に便乗する形で、運行車両が大幅リニューアルされ、高速バスと同じ設備、マルチステレオ、車内公衆電話、トイレ、 おしぼり、飲み物サービスを備えた右横の写真にある、両者共通の、本路線専用カラーリングをまとった3列シートの、ハイデッカー車両が導入され、座席指定制となり事前予約が必要であった。2002年に、座席指定制が廃止されて以降、九州参考便では、他路線との車両を汎用化によって徐々に4列シート車での、運行が多くなり、 2010年までにおける、経年式車一層によって、全便4列シート車に置き換えられた。大分バス便も、2003年以降に導入された、新車は4列化されたが、一部便では長きに、渡りそのまま3列シート車が用いられるも、2015年4月の、ダイヤ改正時には、全車が4列シート車に置き換わった。現在は、 車両コストダウン化によって、車内サービスはすべて廃止され、トイレ以外の車内設備、サービスはない。また、熊本地震以降、九州参考便では、トイレのない車両が使用されるようになっている。2019年4月1日より、熊本市の中心市街地から、山彦号の途中経由地である、アソシトを結ぶ路線として、運行開始した。従来この区間は、 JR 放飛本線との競合区間であり、長きにわたり、JR との乗客の奪い合いが続いていた。2016年4月に発生した熊本地震により、大津阿蘇間は、2019年1月時点でも、寸断されたままとなっていた。そのため、この時点で、当該区間を直接結ぶアクセス手段は、山彦号、または、九州横断バスのみであったこと。 特にこの区間は通勤、通学客のほか、県外や外国人観光客の利用者も多く、バスによる輸送手段しかない状況下では、平日も満席になることも多く、土休日は続行便が出るほどの盛況ぶりであることなどから、山彦号の補完的役割を果たす路線として設定された。1日1往復の運行で九州参考バス。 熊本営業部高速バス営業所が担当し、阿蘇川の運行支援は参考バス阿蘇営業所が行った。座席定員制で予約不要。運賃は車内生産。座席は全席自由席だが満席時は乗車できない。2020年10月12日をもって運行終了となった。理由として2020年に入り新型コロナウイルスの 世界的感染拡大の影響により利用が低迷していたこと、並びに、熊本自身で普通となっていた JR4 基本線の一部区間が、同年8月8日に完全復旧し、運行再開した。さらに、同年10月3日には寸断されていた国道57号の原道が復旧し、北側復旧ルートも開通し、熊本麻生間の交通事情が、 地震前の状態に戻ったことから、当該区間の保管系統である、一定の役割を得たため。太地は停車停留所。西部車庫麻生熊本空港間のみの利用は不可。本路線は麻生福岡線 ASO エクスプレス号への車両を送り込み運用としての要素も兼ねているため、トイレ付きの高速使用車が用いられる。片道、往復乗車券は、熊本、 阿蘇の両営業所窓口のほか熊本桜町バスターミナル、熊本空港、阿蘇駅に設置の自動券売機で発売。熊本県内のみを通るため、3区パスは北部九州版、南部九州版、全九州版いずれも利用可能であった。このほか熊門の IC カード並びに、にもか他全国10社交通系 IC カードが利用できた。その後、 復旧作業の進捗とともに大港運輸区間は徐々に縮小し、9月3日以降は、文豪武田駅、宮寺駅間のみとなった。九州横断特急は、熊本人吉間で運行していたが、9月8日に文豪武田駅、宮寺駅間を除いて運行再開。阿蘇ぼーいは、博多人吉間を運行していたが、9月8日に通常運行を再開。 2013年8月4日に、同線は、完全復旧した。バスターミナル移転のお知らせ。熊本桜町再開発株式会社。2016年1月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2015年10月16日閲覧。熊本大分線山美子号震災特別ダイヤ。九州参考バス。2016年5月6日閲覧。 熊本大分線、山彦号震災特別ダイヤ。九州参考バス。2016年6月4日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年5月6日閲覧。熊本大分線特急、山彦号運賃改定について九州参考バス。2018年5月13日閲覧。2019年9月11日。 熊本交通センター所在地及び名称を変更に、ついて、バスターミナルをご利用の方へ、熊本桜町バスターミナルの乗り場のご案内。九州参考バス。2019年9月7日閲覧。大分熊本特急バス。山美子号2021年4月1日大ヤ改正実施。大部、バス株式会社。2021年2月23日閲覧。 福岡阿蘇線、熊本阿蘇線の運行終了について、九州参考バス、2020年9月20日閲覧、AB タワ田シニア、JR 法比本線が2020年8月頃に運行再開、国道57号も10月には再開。 インプレス、https://travel.watch.impress.co.jp/.docs/.news/.1246410/.html2021 年10月23日閲覧。ありがとうございます。